すいません、真面目な話になってしまったんですけど。そういえば、まひろが今言ってた魔漢口殺法、そうだね、大人気ですね。女子高生の間です。最初流行ったんだよね、一番最初。そう、インスタとかでも使うみたいな感じで、それで海外で大人気で、で、今フェアリーズに回ってるっていう。ね、やばいね、さっき真昼との空と騒いでて、ちょっと笑いすぎて声がガラガラになって、ね、そこまでさっきのすごい声大きかったし、Twitter で初めて写真見たけど、すごかったね。だって真昼の避け方も知らなかったもうあれほど完璧なものはないよ。モモさんの足の角度見た。こんなにすごいよね。真昼のあの攻撃の受け方も、あの画面から切れてたからね。頭ないね。あ、そう。でも楽しかった。え、でも何回も撮り直したでしょ。ね、した。そこがまた楽しさってもあるよね。魔漢口殺法したことある人。したことある。魔漢口殺法をリアルにこうめっちゃ撮って、その写真を撮ったことがある人。はい。あ、お、お、お、あれに、お、いる。じゃあ今から来る感じだ。すごい。結構来てるよ、もうこれから、ね、今できるんじゃない。カメラみんな持ってるよ。あ、大丈夫。そうか、ちょっとやってみて。え、マジで、え、やってほしいですか。おー、やめて。すいません、すいません、あのマネージャーさんが首振ってるんでやめてもらっていいですか。すごい、本当に良かった今。そうだそうにしなきゃ。でもアイドルじゃなくなっちゃうからね。確かに芸人になっちゃう。顔とかしたんだから目つぶってたらもうそれはダメだね。じゃあ、あのエール言ってもらっていいですか。あ、もう行っちゃいます。あ、もうえ、まだまだありますか。なんかないですけど。あ、じゃあ、なんかなんだろう。あ、最後だから。最後ですね、でも、うん、そうだね、なんか寂しくなっちゃって。質問とかないかな。質問ある人は急にないよね。質問するに、なんか急に言われてもね。あ、どうしていいよ。していいですか。していいですか。していいですよ。どうしてミキミキとリカコはいつもいじられるんですか。いや、どうして。私も知りたいの。それはなんか反抗しないからじゃない。受け入れじゃない。そうだよ、なんか誰だよって言っても。そうだね、反抗の仕方もなんかその、うん、本当に怒ってないし、なんか笑いながらなんだよね。そうだからね。もう諦めてね。なんかミリアに食べられても、もう私は無理だよ。だってさ、こっちが反抗してもさ、もうそっちの反抗の方が強いから。何倍ないし、そう、なんかもう3倍ぐらいで帰ってくるね。倍してね。そういう運命なんだろうね。そうだよ。じゃあさ、今度さ、ミキミキさ、ちょっとなんかいろいろ考えてさ、誰かをさ、ちょっといじってみない。でも、割とこの辺の団結力半端ないよね。そうなんですよ、この辺の団結力。ミリアがミキミキいじめられたって言ったら、私たちがミキミキって言うのを流してるよ。待って、フェアリスの印象すっごい悪くなるから、やめて。いじりなんだよ、遊びなんだよ。笑いながらやったら、この辺の声笑ってないからね。We'll be right back.
この後は握手会と撮影会があります。皆さん引き続き楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大きな拍手をお送りください。フェアリーズでした。やった。はい、ありがとうございます。皆さんマナー守って参加いただきまして、誠にありがとうございます。この後握手会の方